あ、ほら、そこに何も聞こえます。ここしてないですか。イヤホン声が聞きたくて、風の声に耳澄ませ、海の声が散りたくて、君の声を探してる。つぶやき山のささや、君の声に感じるんだ。歌ってる海の声に乗せて、これね、ラスト行くわ。これかわいい。いいよ、わびよ。ゆうたが持ってるやつかわいいだろ。かわいいかわいい。あ、かわいい。
Thank you.
Thank you.
ゆずのデビュー曲になります。では、むすびです。よろしくお願いします。Yeah!
ない人。なんかくれるんですか。ない人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 
日本人ってとっても器用で、この要ってあのね、肝心要って呼ぶ言葉であるでしょ、要。もう要のこと指してるんですね。この要一本で自由自在に開けたり閉じたりできる。センスそういうふうにしてるので、日本とかお祭りとかいろいろしてくるから、まあ、当たり前のように思うかもしれないけども、日本だけなんです、こういうおセンスちゃんと開けたり閉めたり、その使い勝手によってコンパクトにしたり開いたりできるとかは、バラってやつなんです。ビョンビョンビョンって感じです。ね、この羽がついてるやつを開けたら開けっぱなしです。やっぱりこういうね、ちょっとしたことが日本人の文化って素晴らしいなって思ったりすることがあるんですよね。ここが親骨って言います。ここが中骨って言います。これをね、うまく使っていろいろお手伝いの使い方とかあって、金目返しって聞いたことありますか？できました。これが金目返しで、金目戻しくるりーんと、こんな感じで、これいっぱい練習するとこんな風に滑らかになってくる。最初は大変、最初はそうそういかない。お扇子触る機会があったらぜひやってみてください。こういうのが金目返しで連続でこんな風にできるようになります。中骨もスピッとかね、こんな感じで、はい。